本日はシンポジウム気候変動難民、大規模災害などにより、住む場所を追われる人々にお越しくださいまして誠にありがとうございます。本日は国際環境 NGO FOE ジャパン、東北大学東北アジア研究センターの、共催で、お送りさせていただきます。また開催にあたりまして、特定非営利活動法人ツバルオーバービュー、認定 NPO 法人難民支援協会さんの、協力もいただいております。本日司会進行を務めさせていただきます FOE ジャパンの深草と申します。よろしくお願いします。本日長丁場ですので早速趣旨本題の方に入らせていただきたいと思いますが、近年、気象災害によって住む家や、生計手段を奪われ、避難移住さらには難民化する人々が増えています。国際社会では気候変動により増加する、そういった、災害の拡大、さらにはガバナンスの悪化に、つながって、特に途上国や貧困層で影響を受けているという現状があります。本日はですね、そういった気候変動の影響を受けるコミュニティで活動されるツバルオーバービューの方のツバルの現場で起きているお話ですとか、難民支援の立場から見る気候変動、難民、支援の展望について、そして気候変動の分野で活動される方々から気候変動の分野から見るこの問題についての最新動向や議論というのを紹介させていただければと思います。では早速ですけれども、ツバルオーバービュー代表でツバル国際親善大使であります、遠藤修一さんより、国家というコミュニティを直撃する気候変動ツバルの事例ということでご紹介いただきます。どうぞよろしくお願いします。皆さんはじめまして、こんにちは。今ご紹介いただきました、ツバルオーバービューという NPO 法人の代表をしております遠藤と申します。1998年からツバルで活動しておりまして、その活動を認めていただいてですね、2010年から、ツバル国の環境親善大使という肩書きを、もらって活動をさせていただいてますが、できたら給料も欲しかったなというところがありますけどね、ただ働きをさせられて、いるところです。それでまず今日難民移民という非常に難しい、まだ何も枠組みも決まってないけれども、ただみんなどうにかしなきゃいけないんだっていうことだけは分かっているというね、写真家でもあって写真ばっかりずっとこれから皆さんに見ていただこうと思うので、配布資料の中に僕の資料が入っていないので、それだけご了承ください。では時間もないので進めていきます。まず簡単にツバルの場所を説明していこうと思います。ハワイ、イースター、ニュージーランド、この3つの島を囲んだ中がポリネシアという文化、そういうふうに分類していますね。それから地理的な要件では、ここら辺に南太平洋の上に島がたくさん並んで、国がいくつかあるところ、ここオセアニアというふうに呼んでますけれども、スバルは、このちょうどオセアニアとポリネシアが交差したここら辺の辺りに国があります。国といっても島国ですので、こういう地図だと全然見えてこないので、もう少しオセアニアの部分を図にしてこうなってきまして、ツバルはこの画面の中央、ちょうど下にフィジ諸島共和国という国がありますが、そこからすぐ上に上がったところですね、赤道がここにあります。赤道の周りにある国はキリバスという国があって、その上がマーシャルアイランドですね。マーシャル、キリバス、ツバル、この3つは山がないサンゴ礁だけでできた島ですので、これから気候変動が進んで海面が上昇していけば、将来、住むところがなくなって避難をする、もしくは移民をする、そういう人が出てくる、エリアでもあります。ただ周りのサモア、トンガ、それからフィジー、こういうところもですね、山がある島もあるんですけれども、すでに低地、海岸に近いところですね、そういうところでは海岸侵食が起こっていて、村ごと一つの村がなくなってしまうとか、そういうような被害がもうすでに起きていますので、またサイクロン、後で詳しく話しますが、サイクロンが発生してそれによって大きな被害を受けて、国内で移民しないといけない、移動しないといけない、そういうようなことももうすでに起こっているっていうわけです。ツバルはサンゴ礁だけでできた島が9つだけ集まって国を構成しています。で、一つ一つは非常に小さいですね。
でまた海抜が大体平均海抜で2メーターぐらいというふうによく言われますけれども、非常に低いので、今の気候変動による海面上昇に対して極めて脆弱であると、そういうふうに紹介されることが多いですね。で現実的に見ても全くそういう状況になります。でこの、小さな島を寄せ集めても面積が26キロ平米しかなくて、この26キロ平米というのは5キロメーターかける5キロメーターが25キロ平米ですから、まあ、日本でいうと何ですかね、ちょっとしたマンションの敷地とか、そのぐらいの大きさしかないと、そこに今1万2000人の人が住んでいるというふうに言われています。で多くはこの首都の船淵島というところに住んでまして、今ここの人口が7000人ぐらいで、その他の島はナヌメが300とか、ここら辺の島が500ずつぐらいですね。まあ分散する形で住んでるんですけれども、今多くは船淵という島に集まりつつあると、集まってきている、そういう状況も見ていただきます。で、これが一番北の島、赤道直下の島ですね。これナヌメは環礁というふうに、サンゴ礁だけでできた輪っかの形をしているので、環礁という。もう真ん中がアトール、ラグーンですね。こういう特徴的な地形をしていて、かつ山がないです。で川も湖ももちろんありますね。で外は南太平洋で海水で、ラグーンももちろん海水です。こういう海と海に挟まれた間の真っ平らなところに人が過労して住んでいると、まあ、大体2000年ぐらい前にサモア、トンガあたりからカヌーに乗って飛び出した冒険者たちが見つけて住み着いたというふうによく言われますが、そういう真相というのはまずよく分かっております。ただまあよくこんなものを見つけてここに住もうと思ったなと、その勇気はものすごいなというふうに思いますね。でそれからその今まで開拓していくというか、この土地に馴染んでいって適応して生き続けてきたという、ね、本当にたくましい人たちだと思います。こちらは環礁ではなくてサンゴ島というふうに言いますね。真ん中にあるのはこれはラグーンではなくて、ちょっとした小さい湖です。でこれはサンゴの塊なので、サンゴ島。で、ナヌマンガは、この国の中ではかなり標高が高いです。ただ高いといっても、標高5メーターぐらいしかないんですけども、なので最終的に海面が上がっていったときに、この島がツバルでは最後に残る島になるかもしれないです。こちらのノブライライという島はツバルの国の中で本当に一番海抜が低いです。平均海抜にして1メーターぐらいしかない。そういうこの写真で見るように儚くても今にも消えてしまいそうな、そういう島ですね。でこちらが人が今7000人ぐらい住んでいる船淵環礁です。政府の機関だったり国際空港の滑走路をどこに見えてますけれども、フィジーから2時間半かけてこの島に飛行機で行くことができます。でこちらも綺麗なサンゴの輪っかでできたサンゴ環礁の形をしてますね。ここに人住んでますけれども、他は無人島です。ここら辺に少し人が住んでる小さいビレッジだったりしますけどね。でこの島の地図がだいたいこんな形になりまして、人が住んでいるのはここ、でこちら側は結構浸食が激しいエリアになるんですけど、無人島です。ここに少し人が住んでて、あとは無人島、まあ、こういうような形になってますが、これがどのくらいの大きさがあるかというのを、分かりやすく東京湾で向けてみると、こんな大きさがあります。ちょっとこれしか大きさがないですね。非常に小さいというのはよく分かりますね。これで海抜が2メーターぐらいしかないわけですから、何かあればすぐ消えていってしまう、そういうところに、まあ、7000人ぐらいの人が住んでいるということですね。この中のアトール、ラグーンなんかは周りの埋め立て地のことを考えると、日本の財力があれば簡単に埋め立てることができるぐらいの大きさしかないわけです。でこの反対から反対側まで橋を架けることもできるでしょうし、なんだったら高速道路をぐるっと一周してこう道路を作ることもできるぐらいの大きさというところをまず見といていただけるというふうに思いますね。で一つ一つの島、輪っかを形作っているのはこういう小さい島が輪っかを形作っていますけれども、サンゴ礁、サンゴとか貝とか、あとは有孔虫、星の砂っていう、沖縄のお土産になるような砂がありますけど、ああいう生物由来のものだけで島が構成されています。で島の上のジャングルも南の島、独自の、植生がありますけれども、もうすべて
生き物でできているというふうに考えてもらっていいと思いますね。それがこの珊瑚島の珊瑚干渉の特徴でもあるんですけども、で砂を手に取ってみると、オレンジ色のものが有効虫、星の砂の殻ですね。で細長いのは珊瑚だったり貝のかけらだったり、あとこういう丸いやつはここに丸いのがありますけど、海藻なんですね。海藻なんだけど自分の骨格を、骨格に石灰を作る海藻がありまして、そういうものの、死骸が全部砂になって島になって、それが国を構成していると、そういうところ、でもあるわけですね。この手前に見えているものが黒い塊、これは珊瑚ですね。で大体この、島の基盤自体がものすごく大きな珊瑚礁だったりするんですが、それはまた後で、スライドを用意しています。でこういう南の島の、まあ、自然を利用して、ここの人たちは2000年ぐらいの間自給自足に近い形で、繁栄してきたわけですけども、これはあの追い込み漁、村中の人を挙げて追い込み漁をして、魚を取っているというですね。それからこれはカヌー、手で作ったカヌーで、魚を取っていることが、なかなかあの、ね、それぞれたくましくてですね、こういう生き生きとした顔をして生きているツバルジンもたくさんいますけどね。で主食は魚、まず非常に大事ですね。それから、これはパパイヤ、これバナナですね、これブレッドフルーツ。あの先ほども言いましたけども、土地が、土じゃないんですよね。砂、それも珊瑚とか有効虫とか貝殻とかそういう砂でできてますから非常に、弱いです。養分がありません。でそういう養分がないところでも育つ作物なんですよ、選んで持ってきて一生懸命育てていきます。これが主食っていうか、まあ、日本人の主食は米ですっていうのも同じような位置づけで、タロイモとプラタイモっていう芋があるんですけども、ここはあの地面をくり抜いて、そこに腐葉土的なものを作って、でそこで栽培すると、そういうことをしているんですけども、タロイモは作るのに半年ぐらいかかります。でプラタイモはある程度の大きさになって食べられるまでに5年から10年ぐらいかかるという、そういうね、あの根気のいる農家です。で特に肥料なんかはあげないで、これはヤシの葉っぱで作ったロープで周りをこう囲んでいく、これがもう肥料になって栄養になっていくんですけど、これが土になっていくわけですね。でこういう作業を、まあ、蒸し暑い中、足場も悪い中ですね、蚊にたかられながら一生懸命やって、芋を作っていくわけですが、10年ぐらい頑張るとこういう大きなものが取れます。でこういうでかい芋が作れる、男がツバルの男としては、うん、かっこいい、よくできる男ということで、まあ、結婚の対象になれる人はもう芋が作れて魚が取れる人まあそういうあの感覚があるみたいですね。あとはココナッツ。ココナッツはあのずっと移住してくるときにあの持ってきたものらしいんですけど、ね、これも非常に便利でいろんなことに使うんですね。まあ、こういう食料を持っていろんな食生活をするんですが、これは一番簡単にご飯を食べる時で、取ってきたばかりのトビウオを海の中で洗って、そのまま海水の味をつけたものをパクッと食べると。であの川とか湖がないので飲み水がないですから、雨水は今溜めて使っているんですけど、その雨水で魚洗っちゃったりするともったいないので、これすごく理にかなってるんですね。海で生きてた魚を海で洗って非常に無駄がなくて洗練された文化だと思いますね。でもちろんそれだけではなくて、ちゃんと煮炊きもしますが、煮炊きをするときにココナッツの殻とか皮を使います、ね、でこれ再生可能エネルギーっていうふうに位置づけていいと思うんですけれども、まあ、あのツバル人の自給自足の生活からは、地球温暖化に寄与するような二酸化炭素が出てこない、そういうふうに考えることができると思いますね。で家はこんな感じで、あの暑いので、まあ、とりあえず風通しを良くしよう。でそれで屋根の断熱だけ考えても、ローカルの葉っぱで屋根の断熱を考えてもつく、これがローカルのスタイルだったんですが、最近は台風にも襲われることが増えてきて、ここに壁を作ったり、まあ、いろいろし始めてから、ブロックでコンクリートブロックで家を作ったり、まあ、そういうようなことにもいろいろ変わってきています。であともう一つは
昔井戸があったんですが、井戸から水が取れなくなったので、こういう屋根に降ってきた雨水を集めて、水を取らなきゃいけなかったので、こういうローカルの他の茅葺きの屋根がちょっと不便だなと、そういうこともあったりして、鉄板の屋根に吹き替えたりするようなことも起きてますね。まあ、縫い戸というかなり田舎の方の島ですが、こういうのんびりした、暮らしが昔はありました。で、先ほどちょっと断面図に後で説明しますといったものはこれですが、これが輪っかになっている干渉の断面ですね。真ん中が南部の内側面になって、この人が住んでいるこの部分から一番下の、近くの部分までの厚みが、だいたい 1.4km ぐらいなんですね。そのぐらいの厚みでサンゴがこう崩れたサンゴが押し固められて、石灰岩の塊の貝柱みたいなものがこういう形で構成されている。でこれは5000万年以上かけてできているので、この塊が地盤沈下していくということは地理学的にはまず考えられません。で最近ツバルは地球温暖化で沈むんじゃなくて地盤沈下しているんだみたいなことを言う人がいますけれども、そういう人っていうのはその地理学っていうのをよく分かってないんですね。常識的にはこれは地盤沈下しないんだということがまず最初にあるんだということはぜひ知っておいていただきたいですね。ただしそのマントルがずっと動いていって、なんとか海溝まで行ったらこの地殻ごと沈んでいってしまって、もうその時はこの島の命のおしまいという、まあ、そういう局面ももちろんね、遠い将来があります。で人が住んでるのはここら辺で、ズームすると貝柱の端っこの方ですね、外側の海があって、左側がラグオン、その上にサンゴとか有効地のかけらが溜まってできた陸地がありますというか砂地があります。でその断面の中なんですけども、海水が行き来できるようになっていて、降った雨水が海水よりも比重が軽い真水なので、海水の上にこう浮き上がる形で存在することができるんです。でこれレンズウォーターとかウォーターレンズというふうに言いますが、ここに穴を掘ってアクセスすれば真水が昔は手に入ったし、ここまで掘り込んで腐葉土の層で作っていってあげればフレッシュな水でタロイモを育てることができる、そういう仕組みが昔はあったんですが、1970年ぐらいからここは少しずつこう上下し始めて、1980年、90年ぐらいには井戸水がもう飲めない、それからタロイモプラカリの成長がすごく悪くなっている、そういうようなことが始まってきています。でさらに2000年以降になると、この海面がまたさらに上がって、大潮の満潮の時にツバルの、特に船淵干渉の島では、島の中に水が湧き出してくるという現象が起こるんですが、それが起こっている時はこういう状況になるわけですね。周りの海が上がってしまって、土の中を通って砂の中を通って島の中に水が湧き出してきてしまう。そうすると海水が、年に 2,3 回このタロイモ畑の中に流れ込んでしまう、こういうことが起こるんです。そうするとさすがに芋もどんどん成長が悪くなってしまって、今船淵干渉でタロイモを一生懸命作っているのは若干1名の人しかいません。これがまあまあ普通に健康な感じなんですが、でもちょっと葉っぱが茶色くなってきているので若干塩分が水の中に入ってきている状態ですね。でこちらの方ではもう全部枯れ落ちてしまって葉っぱが見えなくなっていますが、でも完全に海水が入って枯れ落ちてしまった状態。こちらは昔の井戸です。まだきれいに掃除がされていますけれども、でもここから水を汲み出してもしょっぱくて飲めない。それからまた島の人たちに糞尿が少しずつ混じるようになってしまって、でそういう汚染も始まっていよいよ井戸水は飲めないわけですけれども、それでこれはサンゴで作ったウォータータンクですね、水タンク、非常に古いものですが、こういうものを作って水をタンク、今はプラスチックのタンクがたくさん支給されていて、それに水をタンクで生活しています。で大潮の満潮の時になると海水が湧き出してくるというのは今こういう状態になるわけですけれども、これは船淵の
首都の船口の中でも若干海抜が低いところなんですが、まあ、そういうところに海水が湧き出してくる。でこれは満潮の時に湧き出してきて干潮になれば下がっていってなくなってしまうので、まあ、こういうところはあまり影響ないんですが、これと同じことがバナナ畑とかプラカ畑とか芋畑で起きていて、食料に対して問題を起こすというんですね。これは日本の ODA で作ってあげた発電所ですけれども、発電所の中にこのように水が入ってきてしまいます。で発電所は、若干50センチぐらい高い、フロアレベルを設定していて、まあ、将来の海面上昇にも多少適応できるように設計したというふうにはされているんですけれども、まあ、ツバルもこれまでで17センチぐらい海面が上昇してますから、今後何十年、この発電所が持つかどうかっていうのは微妙なところかもしれないですね。で気候変動の影響は、エルニーニョを起こしてその次の年にラニーニョが起こった時に、ツバルでは水がなくなり雨が全然降らなくなるということも起こります。まあ、干ばつですね。でこれは干ばつの時に雨水、これは、海水を真水に変える機械を使って作った水を配給している工程ですけれども、こういうようなことも行われることがたびたび増えてきていました。でエルニーニョの話を今しましたけれども、97年にものすごく大きなエルニーニョが起きて、この後にも干ばつになったんですが、その時の海面の温度の様子が、このように記録されています。で直近では2015年に大きなエルニーニョが起きたんですが、こちらの時はこういう海面の温度の様子があって、明らかに海水温が上昇傾向にあるということが、こういうような調査でも分かってきています。でこの上昇した海水温が何を生み出すかというと、大きなハリケーンを作り出します。これ2015年にハワイ近海で、3つの巨大なサイクロン、ハリケーンですね、が同時に発生した時の映像ですけど、これは気象観測史上初だったそうですね。でこういうようなことが北半球で起こっていると、もちろん南半球でも同じようなことが起こってですね、ここがフィジーで、ここがツバルなんですけど、これは2015年にサイクロンパンマが発生した時の様子ですが、こんな大きなサイクロンがこうツバルを襲うような形で発生してしまう、こういうことが増えてきています。でこれによって随分というかとんでもない被害が起きまして、ここ例えばこの、まあ、港があって防波堤がちょっと見えますかね。で3メーターぐらい高くなったところに、まあ、カフェみたいな感じの小屋が、家の家みたいな小屋があると思っていただいたんですが、こういうようなのどかなところで、さっきのパムが発生した時の様子なんですけれども、中に入るとこう見えます。これ日本が作ってあげた港です。防波堤がきっちりですね。でここに、サイクロンというこういうことになっています。クライマックスで人が死んだりするときに大笑いする人たちなので、まあ、それを置いといて、もうちょっと高いところだというふうに説明を差し上げました。だいたい海抜3メーターぐらいのところなんですけども、そこが海の水でカバーされてしまったんですね。その腰下ぐらいまで、この男の子にちょうどここぐらいまでカバーしてされてしまっていると、こういう状態が、この時は
この島で1週間ぐらい続いたんだそうです。でなんでかっていうと、上にサイクロンが乗っかってですね、低気圧が乗っかっていて海面を引き上げてしまっているので、その高潮はこの島に停滞してしまうとこの状態が続いてしまうと、まさに将来起こるべき姿をこういう日の時に、まあ、ちょっと垣間見てしまうのかなと、そういうような被害だというふうに言うことにできるかもしれないですけどね。でその時にいろんなものが流されてしまったり、まあ、これ家が流されちゃってるんですけども、その被害から立ち直る、まあ、レジリエンスとかというふうに言いますが、島の中にも資源がものすごい少ないんです。この鉄板の屋根なんかこの島で絶対作ることができないですから、直そうと思うと輸入しないといけないですね。で輸入するのにものすごい時間がかかるので、家がいつまで経っても治りません。でまたこういうタロイモ畑に海水が流れ込む、これも1週間ぐらいずっと海水が浸かっちゃうわけですね。でその後、海水が引いて雨が降り続けて、この中を真水で洗ってもらって初めてようやく塩分が抜けるわけですが、その時にはお芋が全部死んでます。種芋もないわけですね。で種芋をよそのところから持ってきて、違う島から持ってきて植えて、でそれがようやく大きくなって食べられるまでにプラカイモは5年かかるわけです。なので台風1回来ただけで10年ぐらいの損害が出るわけですね。でそれが毎年来るようになったりすれば、いくら陽気でたくましいツバル人でも、もうそろそろこの島には住めないよっていう気持ちもね、若干出てくるかもしれないですよね。これは放置されたあのタロイモ畑です。これ2016年、サイクロンが来たのは2015年だったので1年後だったんですけど、1年後全然もう復活してないです。で、僕先週までツバルに行ったんですけども、先週ぐらいに話を聞いたときは、随分あの芋を育てられるようになったよっていうふうに言ってました。で、2015年は立て続けにもう一個来てて、これはウラっていうサイクロンです。ここがフィジーで、ツバルはここですね。ほぼ直撃ですね。で、この時には、船伏岩礁の中の小さい島が、バサクワっていう島なんですけども、全部流されてしまって、一つの島を失いました。で、これが2008年の Google の画像です。ここに島があって、ちょうどここに当たるんですけども、すっぽりなくなったのが見えますね。でこういう小さい島一つぐらいなくなってもいいんじゃないですかというふうな考え方もできるんですが、この干渉の島っていうのはこういう小さい島が輪っかになって一つの島を作って、それがまあ9つ集まってツバルという国を作っているので、島が一つ失われてしまうと国が一部失われてしまうと、そういうことに直結します。でこれは船伏岩礁、なくなった島はここにあったんですが、他にも小さい島がずっと続いてますので、一つ一つなくなっていけば船淵干渉がなくなってしまって首都の島がなくなります。でこっちは、ブクフェタウ干渉とかね、いろんな干渉がこうあるわけですが、でとりあえず全部島を同じスケールで寄せ集めています。これがツバル全土になるわけですね。で一つ一つ島がなくなっていけば最終的には国が消滅します。このように全部沈んでしまう可能性が十分か、それと消滅する国家が避難先の国家に移ったということが考えられるわけですが、まだあの領海に島が残っていればここで経済活動ができるかもしれないですが、これが沈んでしまうとこの国家と国家の間にはいろんな軋轢が生まれます。これ今の国際法ではまず解決できないと思いますね。また避難を余儀なくされる人が国の一部から別の国に避難する、これがあの今日の主題のお話になりますが、これからこのお話を何人か専門家の方にしてもらいますけども、これもものすごい大変なことです。なので、まずこういうことが起こらないように気候変動をやっぱり止めなきゃいけないというところが、今日の勉強会で最後でみんなと共有できたらいいなというふうに僕は思うんですけども、それともう一つ、国を失わないような政策も同時に考えていく必要があるんじゃないだろうかということで、僕はこの首都の船淵干渉の南端の船バーラという浅瀬と浅のラグーンがあるんですが、ここにずっと前から注目してまして、上から見るとこうなってますが、ここにまずマングローブの植林をしていました。
でずっとやってるんですが、マングローブ成長が遅くてですね、なかなか土地になってくれない。で干ばつとか起こると全部一気に死んじゃったりするんですね。でちょっと効率が悪いので、もう少し人間の力を入れてもいいかなというふうに最近考えてまして、これサンドポンプで砂をラグーンの中から砂を打ち上げて土地を作ったらどうだ。でこれはツバルの首都の政府庁舎の前に同じような手法で公園を作った時のものですが、こういうような公園を作るようなテクニックがあるの で、 でこれはあとモルジブです。モルジブ今ここがマールです。首都のマール、その周りに大きな開発をしています。もうこれね、できてるんです。同じようにね、人工島を作って、ただし海抜の設定が 1.5 メーターです。僕が考えているのは海抜の設定を10メーターにしようと思います。で、埋め立てをして、飛行場まで作るまでに、だいたい400億円しかかからないです。400億円。さっきの島を、岩を守るのに1000億かけるのと、400億でこれを作るんだから、400億でこれを作ることも推進した方がいいと思うんですね。で、同時にこういうことで守りきれない難民、移民というのが出てくるはずですから、今回のような会議とかを通して、そういう難民移民の、政策をどうするかということはもちろん考えつつも、国を残していくということも同時に考えていければ、いろんな危機対応強化策が出てくるんじゃないかなというふうに考えます。でツバル人、3000人ほどインタビューしてまして、そのインタビュー結果というのはインスタグラムとかでも紹介してます。どういうことを考えているかというのも、もしよかったら覗いてみてください。で時間になりましたので、このぐらいで終わりにしようと思います。ありがとうございます。東北大学で今環境研究会に所属しているチョン・ヒョスと申します。今日ご講演ありがとうございました。私からの質問なんですけれども、最後にインスタグラムでそういう現地人の人たちがどういうふうに考えているかというインタビューの内容が、載っているというおっしゃったんですけれども、実際現地人としては私もそうなんですけど、自分の国がなくなるとしても他には行きたくないし、私は自分の国で行きたいと思う方たちがたくさんいらっしゃると思うんですけれども、でもしフィジーにまた松原の方たちは土地を買ってそこに移住、いざとなったら移住をするようにというと、国間に何か条約とか契約ができたという話を聞いてるんですけども、それはツバルじゃないんですか。キリバス。キリバスですかね。ツバルではそういうことはないんですかね。国としてはまだやってない。あ、ないんですか。で、ニュージーランドとかオーストラリアに移住をする方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、今後こういう危険にさらされてるっていう現地人の人たちの認識的にレベル、それはどう思ってるんですかね。それを私が一つお聞きしたいんですけども、危険性について現地人の方たちはどう思ってて、今後本当に移住しなきゃいけないとすれば行きたいと思っているのか、国を失うことについてどう考えているか、それを聞きたいです。はい、ありがとうございます。ツバルの人たちは、ハリケーンがこう度重なったりしているので、今すごい危機感が強いんですね。ただし親戚縁者一同で生きていくっていう、そういうコミュニティがあって、その中から1人2人核家族的な単位で逃げ出すっていうことはすごく難しいんですね。裏切りみたいな形になったりとかすることもあるし、周りの人がすごいたくさん悲しませてしまったりするので、それで、その小さい単位で移住するっていうのがなかなか難しいことではあるんですけど、でも、職を求めて移住をした人たちは結構たくさんいます。ニュージーランドにはもう4000人ぐらい住んでるし、多分海外に住んでるツバル人を全部入れたら、ツバル人の人口は2万人だった単位が小さすぎて分かんなかった、そのぐらいの人は移住はしてたりしますね。でただその恐怖を感じているから、じゃあ簡単に移住できるかというと、移住先がそういう制度がないので、もちろん移住できないですし、でもさっきの家族の話もあって移住しにくい。であとはもう一つ、他の南太平洋の国というのは移住したいという人が多いみたいです。コップの話の中でも移住先についての話し合いをしないとダメだとかっていう提案をしてるんですが、ツバル政府は移住はしないと。自分の魂っていうのはこの島とつながっているので、これを切り離すことはできないから、私たちはこのツバルに住んでいたいんだっていうことをずっと主張してきていますので、
それを考えても、やっぱり移住よりも国内に住み続けられる土地を作ったりする方がいいのかなというふうに思います。ありがとうございます。スマイルは戦後の人口増加も環境負荷を高める要因になっていると思うんですが、人口増加を抑えるような政策だったり教育みたいなものっていうのは何でしょうか。はい、ありがとうございます。ツバルで人口が増加しているのは首都の船淵環礁のホンガファレっていうある特定の島だけなんですね。で、僕が最初に訪れた20年前の人口は2000人以下だったんですけれども、最近では7000人まで膨らんでいて、南太平洋エリアの中では一番人口密度が高くて、居住地としては劣悪であると、そういう評価をされるほど込み入っているんですけれども、主に田舎の島から現金収入を求めて首都の島に引っ越してくる。で、首都の島にはその田舎の島から先に出てきてた家族、親戚のおじちゃんとかがいるので、まずそこに居候して、でそこから職を探しそうとするんですけど、といっても小さい国なので、そんなに簡単に職が見つかるわけもなく、結構ボロ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 してる若者がたくさんいてですね、首都の島のコミュニティとしてはそれを問題視しています。で、田舎の島に帰って、田舎の島で自給自足的な生活をしながら、 その島の中で現金収入を得られるような仕組みを自ら作ってほしいと、そういうふうに言ってるんですけれども、それを追い返すような、法律、強制力のある法律がまだないんですね。なので一生懸命アナウンスはするんだけども、どんどん人が来てしまって困ったなっていう、そういう状況です。こんな答えでよろしいですか。続きまして、気候変動が生み出す新たな人口移動、気候変動難民、避難民の保護へということで、ツバルオーバービュー理事で、大阪大学大学院、大学中の川坂京子さんよりお話しいただきます。川坂さんには特に南太平洋の事例も交えながらお話しいただきます。川坂さん、よろしくお願いします。今回、私がどういう話をしていくかというのをちょっとお話ししたいと思います。確かに遠藤さんがおっしゃったようにですね、南太平洋の人も、特にスバルの人は他の国に移住をしたくないというふうに考えている方が多いですし、国を残していく方法で考えていくということはすごく大事だというふうに思っています。そういう面からしてもですね、今回、パリ協定というものが、気候変動を影響を小さくしていくために今できているんですけれども、それは南太平洋の人たちにとっては大きな希望であるというふうに、捉えられています。しかし、最後もそうですけれども、海面上昇は、進んでいまして、実際はそういう影響が複合的に起こっているわけです。で、もしかしたら、例えばサイクロンが、直撃した場合にですね、他の国に、実際に国でも避難しなければならない状況が起きる可能性というのは、あるんじゃないかなというふうに私は感じています。というのも、最後のニュースコンが来た時に私もツバルの方に行ったんですけれども、その時の、営業とかですね、先ほど遠藤さんが見せてくださったファームの状況とかを見て、そういうふうな状況がもし起こった時に、それからどういうふうな制度が必要かみたいなことを考え始めるとですね、もう遅いんではないかというふうに思うので、今からそういう制度というのを検討していくことが大事なのではないかなというふうに感じて、そういう研究を今大学の方でさせていただいています。で、今日はですね、研究の内容ではなくて、これからいろんなスピーカーの方が各テーマで話していかれるんですけれども、まずこの問題の全体像みたいなのを私が話をしまして、ここの詳しいところを専門家の方にまた掘り下げていってもらうようにしたいと思っています。では、お願いします。はい、ではですね、これ、国内で、移動している人たちのこれ世界の地図です。で、青いのがですね、災害によって移動している人、オレンジ色がですね、紛争によって移動している人です。
で、まあ、郊外のテーマにもありますように気候変動によって、まあ、人が移動するってなると南太平洋っていうイメージがすごくあると思います。実は世界中でこのように、まあ、災害によっても人が移動しているというのが分かってきています。で、これは同じその国内での人の移動に限っているデータですけれども、オレンジ色は、紛争ですね、ブルーが、自然災害なんですけれども、見てもらったら分かると思うんですけれども、自然災害によって人が移動しているという数がすごく多いです。紛争よりも実は多いということが分かると思います。では次お願いします。で、その自然災害によって移動する人々の原因というのはですね、まあ、災害にもいろいろあるんですよね。地震のような地理的な災害、それから、サイクロンとかですね、洪水のような天候的な災害なんですけれども、これ、黄色が地理的な災害になりまして、ブルーが天候の災害になるんですけれども、見ていただいたら分かると思うんですけれども、天候による災害というものがその非常に多いというのが分かってきています。でこれはですね、将来予測になるんですけれども、じゃあ今後、まあ、どういう災害でどれだけの人が、まあ、移動することになるのかというのをですね、予測したものです。でこれはですね、国別にされているんですけれども、黄色が地震ですね、で青が洪水、薄い水色がですね、サイクロンです。でこの黒いのが津波なんですね。まあ、大体その、地震と津波というのはセットになっていると思うんですけども、これ見ても分かるように、洪水とかですね、サイクロンによって、まあ、人が移動するというのはですね、増えるだろうというふうなことが分かってきています。お願いします。で、これは、ちょっとややこしいんですけれども、紛争だけを見た、UNHCR のデータです。でこれは、国内の避難、国内で避難の人が移動している部分と国境を越えて人を移動した人の数をですね、こう比較しているものになります。で、オレンジ色がですね、国内で移動している人、ブルーがですね、国境を越えて移動している人です。でこうやって見ると国内で移動している人の数っていうのがやっぱ多いっていうのが分かります。でこれ紛争だけを見ているので、天候災害はこの国内で移動する人の数の上にもうちょっとプラスになるので、まあ、すごく多いというのが分かります。まあ、天候の災害も紛争の災害も、まあ、大体国内で移動するというのがメインです。でも、まあ、場合によっては国境を越える人というのがいます。でこれは同じく UNHCR のデータなんですけれども、まあ、そういう数っていうのは、まあ、増えてきて、国内もそうですし、国境を越える人の数っていうのも、まあ、増えてきているというのが分かってきています。でこれとは別にですね、経済的な理由で海外に移住したいという人もいるわけですよね。でそれは、まあ、大体2億人ぐらいいるんですけども、その人たちも、まあ、増えてきているということで、まあ、大体の人がアジアからですね移動する。でまた移住先もアジアだったりヨーロッパだったり北アメリカだったりとかいうふうな感じで、別に、国内で避難する人、国境を越える人以外にこの海外移住者という人たちもいます。でこの人たちは気候変動によって移住しているかどうかわからない、まあ、経済的な理由もあるんですけれども、気候変動ももしかしたら理由かもしれない、その辺はよくわからないんですけども、こういう人たちもいます。で気候変動における人の移動っていうのはですね、大体3種類あるというふうに言われています。これは、定義は南西イニシアティブというところから取ってるんですけれども、この考え方っていうのは、気候変動枠組み条約の、カンクン合意の中に書かれています。で3つありまして、1つがですね、ディスプレイスメント、強制移動というものです。もう1つが移住です、マイグレーション、それから計画移住という3つになります。で強制移動というのはですね、まあ、大体突発的な天候とかそういった理由によって強制的に移動する、まあ、避難せざるを得ないというふうな状況に追い込まれた人です。移住というのはですね、自主的に、まあ、自分が移動したいから
その自分の意思があるというのが移住です。で計画移住となりますと、まあ、自主的なんですけれども、まあ、事前に計画をされていて、だいたいコミュニティとか、ね、家族とかそういうグループの単位で移動するというふうに言われています。でその移住と計画移住というのは大体、まあ、その気候変動の影響に適応するために、まあ、こういう方法を取ることが多くて、適応してもどうしても出てしまう気候変動の影響によって移動しなければならない人っていうのは大体こういう強制移動っていうふうに言われています。でさっきの3つのカテゴリーがあるんですけれども、移動する範囲っていうのは、まあ、バラバラです。押してください。で英国から同じ英国内に行く人は国内避難ですねっていうふうに言われています。はい、もう一回押して、英国から国境を越えて B 国に行く人は難民とかですね、移民というふうに言われています。でただ、まあ、難民って言ってもですね、まあ、いろいろ今は定義が言われています。国内で避難したとしても、まあ、その国から支援を得られない、状態にいる人を難民状態にいるというふうに言ったりするので、まあ、大枠はこういう言い方なんですけれども、まあ、難民という言葉を今回のシンポジウムでも使っているというふうになっています。ただ条約とか法的に言うとまた別の定義が出てきます。はい、で気候変動の影響ですけれども、まあ、2つ2種類ありますね。ゆっくり起こる現象と突発的に起こる現象というのがあります。でゆっくり起こる現象は、気温上昇とか海面上昇とか、生物多様性の損失とかそういうものですね、酸性化。で突発的に起こる現象というのは、災害とかですね、多少とかそういったものになります。で、ゆっくり起こる、まあ気候変動の影響で、まあ、海面上昇でツバルにおいてはですね、さっき、まあ、遠藤さんも言いましたけれども、毎年平均で、まあ、大体4ミリ程度の上昇、この40年で大体16センチ17センチぐらい、まあ、上昇しています。2090年には60センチぐらい上昇するんじゃないかというふうに予測されています。で最近ですね、プライベートアナリティクスとか、キスラムインスティテュートが出した、報告書によると、まあ、パリ協定を実施しても2003年までに70センチから 1.2 メートル海面が上昇するかもしれない。で、まあ、5年その排出削減の、ピークが遅れるたびにですね、20センチぐらい上昇していくんじゃないかというふうなデータもあるぐらいです。で、先ほど遠藤さんの写真にも出てきましたけど、海水が染み出す、ものの現象なんですけども、これは、潮位が3メートルを超えると見られる現象です。でハワイ大学ではですね、潮位計というのを設置していまして、そのデータがホームページからダウンロードできます。でそれをですね、こう私がポチポチエクセルに入れてこう、超えた日っていうのをですね、ちょっと、まあ、グラフ化したんですけれども、まあ、科学的にどうっていうふうにはちょっと言いづらいかもしれないですけども、まあ、入れた感じで見ると、まあ、増えていると、緩やかに上昇しているというのは見えると思います。で、実際にその2013年から2015年には年間60日になっていまして、その3メートルを超える日自体がですね、まあ多くなっているというのが分かっています。で、次はですね、突発的に起こる気候変動と災害です。これも遠藤さんが最後に出しました。押してください。これがですね、サイコンパウ2015年のサイコンパウですね、の経路。次にこれがサイコンウィンストンの経路です。これ2017年16年16年。はい、でこれがですね、最近 の、 その遠藤さんが今ツバルにいらっしゃった時に起こった、サイクロンギータの、ジータの、経路です。でこういうサイクロンでカテゴリー5までなったんですけれども、この5年ぐらいのうちにこんな大きなサイクロンがですね、この地域に、まあ、集中してきているということです。で、まあ、そのサイクロンの影響でもうその田んぼがですね、外化してしまって、まあ、先ほどから今なかなか育つ状況になるので時間がかかるというふうな話もありますし、家屋が倒壊したりとかですね、まあ、いろいろまあ影響が出ているわけですけれども、こういうふうなその 大きいクラスの、サイクロンがこの地域に来るというのはこれまでになかったっていうふうに、まあ、この地域に住んでいる人は言いますので、まあ、今後こういうことが進んでいくと、まあ、海
面上昇プラスこういうことが起こって、まあ、移住せざるを得ないというふうな状況も、まあ、出てくるんじゃないかなというふうに思われます。でサイクロンの被害ですね。これパムの場合はパナーズでは死者が出なくて、ツバルでは 45% の被災しています。でキリバスね、さっきのちょっと地図ではキリバスはこの辺の北半球にかろうじて入るんですけど、キリバスって大体この辺から台風、この辺とかこの辺で台風はこう日本の方に行くような感じで発生して、なかなかこうキリバスにその影響が起こるというのはなかったと言われてるんですね。それがこのサイクロンパムでキリバスに実は影響が出ていて、前回 の、 そのシンポジウムでケンタロウ小野さんがキリバスの情報を話されたと思うんですけども、キリバスでそういうサイクロンの影響が出るというのはすごいことなんだというふうにおっしゃっていたのはその理由です。すいません。キリバスでも、まあ、家屋の倒壊とかが起こっています。でウィンストンでは、まあ、死者が出て国民の 50% になった人は被災して、で、まあ、あの国内でですね、まあ、村が移動しなければならないみたいな話をこちらの気候変動国民条約でも現に住んでいる方がいらっしゃって話をされています。で、じゃあ費用ですけれども、今回そのサイクロンファムによって、出た被害ですけれども、大体、ツバルの GDP の 25%、36億円でしたっけの、まあ、2分の1ぐらいが、まあ、被害でましたということですね。で、海外からですね、これだけのお金が、まあ、支援としてかかります。実際のツバルのですね、歳入っていうのは1800万ドルぐらいしかないんで、これぐらいのお金っていうのは、海外からの支援を頼る。でこういう、まあ、サイクルがどんどん増えるとですね、こういう支援をするお金も膨らんでいってしまうというのが分かっていただけると思います。はい、次お願いします。で、まあ、今までは現状を話してきましたけれども、じゃあこういうその、気候変動によって、まあ、移動しなければならないという人を、じゃあどうやって保護できるのかという話に移ってきたと思います。でまあ、国内で移動される場合はですね、その国の政府が、まあ、その人たちを守るというふうにもなっているんですけれども、まあ、それを拒否する政府もいたりとかするので、一応、まあ、法的にはそうだけれども、実質的にはそうなってない場合もあります。で、じゃあ、国境を越える場合はどうなのかっていうふうな話をしていきたいと思いますが、まあ、さっき国境を越える人は難民というふうに呼ばれますよという話をしたと思います。じゃあ難民条約ではそのじゃあ気候変動の影響で移動した人がどういう扱いを受けるのかっていう話なんですけども、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、条約の、まあ、1条 A にあるその難民の定義にはですね、まあ、当たらないんですよ。災害や気候変動の影響が迫害されているというふうに認められないということで、難民とは認められないというふうになります。じゃあ気候変動なんて、気候変動は国際条約の下ではどうかということなんですけども、まあ、パリ協定の下で、検討は始まっているんですけれども、まだ議論をしていて、今年の末ですね、まあ、大体なんかまとめを出していくという話になっています。この辺の話は後で小野寺さんに話されると思います。で、国際人権法というのもありますね。で、まあ、いろんな国際人権法があります。でこの人権法というのは、まあ、その国にいる人もしくはその、別の国に移ってもその別の国においてもですね、この国際人権法のもとそれぞれの人の人権というのは保障されるべきだというふうに、人権国連人権委員会とかが出していることにはちゃんと書いてあります。しかし、国境を越えてその国に入る権利というのはですね、保障されてないんですね。そこでずっと居続ける権利というのも保障されていないので、何らかの国際取り決めをして、こういった気候変動の影響によって移動しなきゃいけない人は入れますよ、滞在もできますよみたいな切り決めというのがやっぱり必要なんだというのは分かっているんです。で、ここはですね、後でチョンさんがまた詳しく話されると思うんですけれども、気候変動避難民、気候変動によって移動を余儀なくされる人たちの、まあ、国際的な動きがいろいろあります。気候変動枠組条約だったりとか、難民関連ですね、UNHCR の動き、それ
から移民の動き、IOM、あとは人権、デジタルとかスローガンの動きというのが今パラレルで起こっています。で、気候変動の部分はですね、カンクン合意がで初めて気候変動避難について対応することを盛り込んだりとかですね、あとはパリ協定のもとタスクフォースができてそこで検討されていて、今月、今年の年末にその提案を提出するみたいな話になります。で、それぞれ、まあ、これ別々で動いているように思いますけど、実は裏ですごくつながっているというのが分かってきています。というのは、2013年にですね、2013年以降に気候変動の国際枠組みを作りますとなった時に、それまではその気候変動避難民みたいなことは全く共同議定書には入ってないんですよね。で、次のその枠組みの中ではやっぱり気候変動による人の移動というのはすごく重要だというのがですね、その MDCR の人とか IOM の人が分かってきたわけですね。それで、いろいろこう MDCR の人が気候変動とか難民について言及し始めたりとかですね、あとはその2013年の、枠組みを交渉する会議にですね、初めてその MDCR の行動弁務官とかですね、 IOM の事務局長が出てきて重要性を訴えたりとか、文明を盛り込もうというふうにしています。まあ、ここの、結局交渉は決裂して してしまったんですけれども、次に、まあ、パリ協定というものに向けても交渉が始まるわけですね。そこに向けてまた UNHCR の人が、閣僚級会合で気候変動避難民に言及しようとしたり、結局それが失敗したり、あとはその、南線原則っていうその気候変動避難民を保護するための原則、10原則ぐらいですけども、そういったものを、まあ、採択させようというふうに頑張ったりとかしてるんですけど、結局なんか各国に支持が得られなくて、まあ、失敗してしまったりとかという動きがあります。で、まあ、その中でですね、まあ、南西イニシアティブっていう、まあ、その気候変動避難民とか災害避難民の保護のあり方みたいなのを検討するようなフォーラムができて、そのための、まあ、ガイドラインみたいなものができています。で、それに並行する形で、まあ、パリ協定っていう、関数議論がされていたんですけれども、まあ、結局、まあ、ツバルとかアメリカとか最後も首相とそれからアメリカのジョン・ケリーさんとかですね、バイデンとか2、3回ぐらいこう話をして、まあ、最終的には、まあ妥協になったんですけれども、まあ、その中では、まあ、気候変動避難民というものをですね、そのパリ協定の条項の中には盛り込められなかったんですけれども、まあ、それと一緒に採択した、COP の決定の中に、まあ、タスクフォースを作って検討していくという話が入っています。はい、で、それ以外に今これからですね、石井さんの方が話してくださると思うんですけれども、2016年にはニューヨークの国連サミットですね、で難民と移民に関する、まあ、ニューヨーク宣言というのが作られて、そこからですね、難民に関するグローバルコンパクト、それから移民に関するグローバルコンパクトというのが話し合いが始まっています。で、今年になってですね、そのそれぞれのグローバルコンパクトのゼロドラフトというのが、まあ、できていて、これから、まあ、既に始まっているんですけども、各国でいろいろ、まあ、との話し合いが始まって、今年の年末にですね、その草案をまとめるという話になっています。だから気候変動でもタスクフォースが提案を出して、でグローバルコンパクト、難民でも移民でもその草案を今年の年末に まとめるということで、この気候変動避難民に巡る国際的な動きは結構今年は動くという年になっています。はい、ここはですね、簡単に後で小野寺さんに伺ってみてください。まあ、今現在タスクフォースが出ています。で、これは、まあ、UNHCR とか IOM とかそういう人たちも入っていますし、 NGO も入っています、専門家も入っています。そういうふうなグループで今この4点について議論しています。で、2018年の、まあ、8月、10月ぐらいにはその、レコメンデーションが出てくるという話になっています。はい、次お願いします。で、難民に関するグローバルコンパクト、これは、まあ、ゼロドラフトというのが2月13日に発表されていまして、で、一応その中でですね、パラグラフ47に一応気候変動に関する記述が入っています。で、ここは、UNHCR の役割を、まあ、ちょっと増やすという感じで書かれていまして、
これまで UNHCR は難民だけをやっていく、の条約に書かれている難民だけをやっていくっていう話だったんですけど、それが、まあ、あのボスニア・ヘルツェゴビナの関係で国内難民を保護出したりとかですね、あとはスマトラ沖地震の後の津波の保護で、自然災害に手を出したりとかですねしてきて、まあ、気候変動も今、まあ、すごく、まあ、大事だということで、結局難民の人が来てもそもそも一体何の原因で移動したかっていうのは現場ではなかなかもう一緒になってるかわからないところもあって、こういうところも全部入れてほしいっていうのが UNHCR の意向なんですけれども、まあ、各国がそこをまあまり許してこなかったという中で、まあ、こういうあの技術外のグローバルコンサートが入っています。ただこれがですねこのまま採択されるかというのはわからないので、その辺の詳しい話は石井さんにいただければと思います。はい、次お願いします。はい、で、はい、あの難民 と、合わさる形で持ってあのなされるのは12関数の要項項目ですね。これも、2月5日にゼロドラフトができています。ちょっと次いってください。何個か、まあ、あの項目があるんですけども、重要なのはこの J の部分だと思います。はい、でここではですね適用策として、まあ、その海面上昇とかの影響の適用策として移民というものを、まあ、ちょっと進めていきましょうっていうふうな話が入っています。これも今後どうなるかというのはちょっとあれです。はい、はい、では、南太平洋の動きでは今どうなっているのかという話をしたいと思います。はい、じゃあキリバス、ツバル、で、それぞれ、まあ、あの気候変動避難民を、まあ、求めるの保護を求める動きというのが出ています。キリバスはですねマイグレーションウィズディーンを推進しています。これは、まあ、あの県太郎小野さんの方も話されてたと思うんですけども、オーストラリアとかと、まあ、あのそういった合流をしてですね、看護師さんとかそういう、まあ、スキルを身につけた人を移住させるというような、まあ、仕組みになっています。あと、さっきの質問にもありましたけども、キリバスはフィジーでも土地を購入しています。でこれも、24平方キロメートルぐらいの土地なんですけども、まあ、名目上はそこであの植物を育てて、まあ、キリバスに、まあ、持っていくっていうのが、まあ、名目上 の、 そのなんか目的なんですけれども、まあ、最悪海面上昇で住めなくなるときにはここに住もうっていうのが裏の目的であるというふうに、ケンタロウ小野さんはおっしゃっていました。はい、でツバルにくっついてはですね、まあ、首相がですねパリ協定の署名を、まあ、したときの、会議で、ステートメントの中で気候変動避難民の人権保護とかでも裁判を作ることについて、まあ総会、国連総会の決議を採択してほしいということを認めています。これはグローバルコンパクトとは全く別のプロセスで、こういうものを求めている。まあ、中身についてはちょっとまだなんか詰まっていないようなんですけれども、まあ、ツバルとしてはやっぱり国を存続させたいという気持ちがやっぱ強いので、こういったものが必要なんだという主張だというふうに思います。でツバル一国だけが言っているわけじゃなくて、同じような内容ですね、気候変動に関する環礁、諸国連合首脳会議というのがあるんですけども、これ2016年にツバルで行われたんですけども、ツバルとキリバスとマーシャルとそれから、ケラワのニュージーランドの領土なんですけども、まあ、一応メンバーに入っていまして、でその 4カ国で、まあ、あの同じようなこの内容についての一致宣言というのを採択しています。お願いします。はい、あとは受け入れの動きですね。でニュージーランドとフィジーなどであります。でニュージーランド、これは、気候変動難民の制度ではないんですけども、労働援助の制度としてパシフィックアクセスカテゴリーというのがあります。これはもうここにご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、これは永住権を得られるというもので、ツバル、キリバスで各75名、それからサモアともう一つどこでしたっけ、どっかもう一つの国が250名の上限で、まあ、抽選で毎年、永住権が得られるというものです。ただ、まあ、年齢がですね、制限があったり18歳以上じゃないとダメで45歳までとか、あとはその事前にそのジョブオファー、あの仕事が決まってないとダメとかですね、英語を喋れないとダメとか、そういう、まあ、結構こう厳しい条件があります。あと、まあ、季節労働者制度ですね。これは、まあ、園芸農家とかでフルーツピッキングをする制度です。これはパシフィックだけに限られたものではないんですけれども、こ
それも18歳以上が中の人たちで、11ヶ月滞在できるんですけども、そのうちの7ヶ月の間、その、とかですね、そういう、園芸農家で働きます。でツバルとキリバスだけはなんか9ヶ月にも伸ばされてるみたいです。だから遠いからなんか何回も申請するのが難しいだろうみたいな、ちょっと伸ばされてるまあこういうふうな枠組みっていうのが結構今、専門家の中では気候変動避難民の対応策として使えるんではないかっていうふうに言われてるんですけれども、やっぱこう条件があってですね、条件に合わない人がいるわけですね。その英語が喋れないとか年齢的に合わないとか、あの健康状態がとか怪我をしているとかですね、障害があるとか、そういう人たちが漏れてしまって、やっぱりそれ以外の枠組みっていうのがやっぱ必要なんじゃないかというふうに思っています。でそれで、今出てきている議論としてはこの、ニュージーランドは新政権なんていうのも後でアスパさんの方からも話されると思うんですけれども、人道的なビザを試験的に導入しますという話が出てきています。でこれはですね、こっちの話と特殊な関連するんですけど、キリバス人の家族がニュージーランドにいた人なんですけれども、ビザが切れてしまって気候変動難民として認めてほしいというふうに、行政審判所という裁判所の方に上訴したんですね。でその時に、難民はやっぱり条約難民が当たらないので難民にはなりませんということで結局不認定になっちゃうんですけども、その時に、オークランドにあるキリバスとズバルの、コミュニティがですね、請願書みたいなのを出してそうですね、その中にこういう人道ビザみたいなのを発行してほしいというふうな要望が出てきて、これをですね、今の政権の労働党と、それから、緑の党がですね、選挙公約の中に採用しまして、で、今、その政権を取ったので、こういうふうな導入、制度を導入するというふうな流れになってきています。で、100人年間受け入れますという話がありますけど、それは一応、その緑の党のマニフェストみたいなのに書いてありまして、それが、一応やりますということで、いろいろプレスの方でやってますけども、具体的にそれがどういうふうに実現がするのかっていうのは、ちょっと難しいかなと思います。連立の話とかも関係してくるので、その辺は飛鳥さんも話してくださいと思います。であと、補完的保護、先ほど言いましたけども、その上訴する仕組みですね。これは人権法の人は上訴するっていうんですけど、補完的保護と難民法の人は上訴するらしいんですけども、キリバスの例は、難民としては認められませんでしたけども、ツバルの人はですね、難民としては認められなかったんですけども、例外的にあなたの状況は人道的な配慮が必要なのでということで永住権を取得したというケースが2014年にあります。で最近の2017年はですね、ネパールの、地震によって、帰れないという人がですね、同じこの例外的な形で永住権を取得したというふうな例がありますので、こういう方法もあります。ただ補完的保護というのはですね、一回ニュージーランドに入らないとこれ使えないんですよね。で入った上で、手続きを踏んでその裁判所に上訴するっていうのも結構時間もかかるし、そこの行政裁判所って年間 100何件とかしか多分やってないと思うんですよ。だからたくさんの人が来た時にこの制度だけではちょっと対応できないんじゃないかなというふうに感じています。であとフィジーですね、こちら、ツバルとキリバスからの気候変動避難民の受け入れというのを表明しています。これは、この間の、気候変動枠組み条約の会議の前に行われた、フィジーで行われた会議で、表明されて、首相が表明されています。でマーシャルについては、マーシャル一応アメリカの自由連合国なので、別 の, そのアメリカとの取り決めがあるので、アメリカの方にちょっとマーシャルに配慮してもらったらみたいなことをおっしゃっています。でこういう動きが、あるということです。いろいろ課題はあるんですけれども、今年、この議論が動いていくと思います。その中で、その2タスクフォースとかそういうグローバル国土の動きっていうのは結構重要なので見ていきたいなと思います。またその南太平洋地域においてですね、受け入れ国となるニュージーランドがこういうビザの発行制度っていうのを導入するっていうふうに言ったことは結構大きいと思っています。というのは、オーストラリアは結構難民にはすごい厳しい国なので、ニュージーランドが、こういうふうなことをやるっていうのは割とこう今後いろいろ引っ張っていってくれるんじゃないかなと、地域的に重要になるんじゃないかなというふうに思います。でもさ、こ
この2つの動きは重要なんですけれども、まあ、さっき遠藤さんが話されたようにですね、まあ、国を残すとか、そのコミュニティ自体、国自体を移動した場合どうなのみたいな話は全くこの話の中には入ってないんですね。でツバル人とかキリバス人っていうのはやっぱり国を残したい、自分たちのコミュニティとか国をたとえ移住した先でも維持できるのかというふうにしたいっていうふうな気持ちがすごく強いです。もちろん移住はしたくないっていう気持ちはもちろん一番初めにあるんですけども、まあ、そういうふうな動きっていうのに対してどう対応していくのかっていうのはまだ国際社会の中ではあまり議論がされていません。まあ、昔ちょっとグレーの人権維持会の方でちょっと検討はあったんです。途中で中ぐらいになっているという状態なので、まあ、今後それが大きな課題としても動いてくれるのかなっていう以上です。すみません。気候変動と難民支援、保護の新たな可能性ということで、難民支援協会の石井弘明さんにお越しいただいています。難民支援協会さんはですね、日本にやってくる難民の、支援や保護の、や政策提言を行っている団体です。石井さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは。とても嬉しいことに今日私もちょこちょこといろんなところで話していますが、顔見知りがとても少ないところで話させていただきますと、ありがたいというか、それほどなんか難民の方も何て言いますかね、まあはっきり言ってしまうとここ2、3年はブームです。つまりお声がかかることが多くなりました。まあそれだけ国内でも、まあ、難民問題っていうのが興味を持って慣れてますし、 今でもという言い方はちょっと変なんですけれども、今までの日本だと結構忘却の彼方に行ってるかもしれないシリア難民のお話が今でもたくさん人を集めることができます。まあ、一方で最近起きているアジアでの大きなロヒンギャの動きとか、ロヒンギャの問題、本当にほんの1ヶ月ちょっとで60万人以上の難民が出ると、これ歴史的に見てもすごい大事件なんですけど、残念ながら日本の政府もメディアも そういう規模のものとしても扱ってはもらえない。じゃあどういうタイミングで扱われればすごいニュースになるのかなっていう意味では、若干先ほど川坂先生おっしゃってた部分も含めてですね、そうですね、どう盛り上げるかっていうところが常に課題になってしまいます。ロヒンギャに関してはおそらく私も含めて日本の NGO もじくじたる思いがあると思います。これだけ近くで、まあ、中東やアフリカの問題、ヨーロッパの問題なんていうふうに言ってたのに、ロヒンギャに関してきちんと日本の NGO として行ってこられなかった私たちの船っていうところは若干じくじたる思いがあるところです。まあ、そういった中でですね、先ほど全く同意なんですけど、一番大事なのは川坂さんにとても同意なのは、今グローバルコンパクトっていうのが議論に上がりました。これはもういろんな偶然の産物だと、私は歴史的な政治的な意味での偶然の産物であると同時に、たまたまいろんなものが重なって、今この2017年から18年に向けてすごく大きな議論、これはもうおそらく私のイメージだと難民条約50周年の時にグローバルコンサルテーションというのがあったんですけど、それ以来ですからもう10何年ぶり、2001年以降ですから、17年ぶりぐらいに巡ってきた大きな国際的な議論の枠組みだと思って、とっても注目しています。ただ残念ながらこれは難民支援やっている日本の NGO の多くの人に共有できているまだ話題ではありません。これから私も盛り上げていかなきゃいけないと思っているんですが、先ほどご紹介いただいたように、残念ながらまだグローバルコンパクトゼロドラフトって言ってるぐらい、もうそれを最初から言っちゃってるんですよね。これは叩き台でしかないと。だから全く本当にどういう結論が出てくるかは、私はすいません、移民のマイグレーションの方はちゃんとまだ追っかけられてなくて、これから勉強しなきゃいけないと思ってるんですが、難民の方だけを見る限りはいろいろいいことがまだたくさん残ってますが、今までの議論の中でこれは通らないでしょうっていうものも結構残ったりしてるっていうのが私の感覚なんですね。ちょっと前置きが長くなってこのままだと終わらなくなっちゃうので、とりあえず進めます。ちょっと自己紹介パスしましょうかね。一応私どんなこと、なんでこんなこと喋ってるのっていうことなんですが、一応難民支援っていうのに携わってもうかれこれ20年にはなります。でそのうちの半分は海外の現場、ここにもあるようなイラクとかコソボとかリベリアとか、そんなようなところ結構紛争地、
基本的に回ってきまして、まあ国内の NPO 法の問題なんかもやりつつ難民支援協会を設立して、まあ、今に至ると。で、まあ、東日本大震災でも当然私たちは難民という方々が東北の沿岸にたくさんいらっしゃるかという私たちの直接 の、 支援すべき対象の方がいらっしゃるかというとほとんどいらっしゃらなかった例外を除いてですけれども、やっぱり状況が難民やっぱりなんて言いますかね、時の被災者の方々と言ったらいいのか、まあ、地元に残った方々も当然広域に避難された方々も、まあ、それぞれの苦しみがあるという意味で非常に難民との親和性がすごく強いと、当事者の方から見ればどう映るかはともかく私たちの目からはそういうふうに見えまして、やはりこれはこれだけのことが日本で起きているのに放っておけないという気持ちで、まあ、約5年ぐらいコミットすることにはなりました。で、まあ、こういったところでいろいろ見聞きしてきたところから、まあ、今起きている現状というのをどう見たらいいのかなというふうに、考えているところです。で、まあ、ちょっと私の今所属している難民支援協会という団体ちょっとだけ説明させていただくと、これがいわゆるミッションと言われるもので、難民が新たな土地で安心して暮らせるよう支え共に生きられる社会の実現に取り組んでいます。まあ、これは普通に読める文章かなと思うんですけど、実は2つのことを言っています。つまり難民という方々、まあ、これも実は今日の話で言えば鍵括弧のついた難民です。つまり難民条約が言っている難民にとどまらず当然保護を必要とする方々というような中で、まあ、特に強制的に、まあ、先ほどの言葉を使えばフォーストマイグレーションとかフォーストディスプレイスメントという英語で語られる強制移住というようなものも全部含んでいるわけですけれども、まあ、こういった方々が、まあ、日本でという基本的に今私たち日本でという活動地なんですけども、安心して暮らせるように、この安心って何だろうっていうことですね。これすごく難しい問題なんですね、実は。で、それと同時に共に生きられる社会の実現、この共にというのは当然難民の側と受け入れる側の社会両方ですね、両方がやっぱり一緒に生きていけるよね、共生していかれるよねっていうふうに考えられるようにならなきゃいけないということは、私たちは難民それぞれの方に支援してきた今までの十数年間から、まあ、これ2016年なんで一昨年、加えたのが2行目なんですけれども、文言もちょっと違ったんですが、まあ、いずれにしてもこの社会の実現というところになった時点で日本社会をに対してどういうふうに私たちの社会はこうあるべきなんじゃないかということを訴えていかなきゃいけないというところについに着手するようになりました。つまり先ほどからまず受け入れるっていう話で、これ大事だと思ってます。私も本当にそう思ってますが、日本で今起きている問題は私たちって難民受け入れちゃって大丈夫なのっていう疑問だったり、場合によってはこれはなかなか私たちにとってどういうふうに答えるかっていうのが場面場面で難しいんですが、難民の人日本に来ちゃったらかわいそうじゃないの、他の国に行けばもっと幸せになれるかもしれないのに日本に来たから不幸になっちゃうんじゃないの、だから受け入れるべきじゃないんじゃないのっていうことも言われたりします。これは気候変動であれ何であれ何らかの理由で故郷を、まあ、から逃れてどっかに移住しなきゃいけない、その場合に、まあ、日本を選ぶっていうことがどうなのかっていうところの議論になってくると思っています。で、まあ、当然難民支援協会のポジションとしてはもちろん私たちも受け入れることができるっていう前提で今活動しているというそういう立場の人間です。で、先ほどから言及がありました、もうちょっと詳しく難民条約言おうかなと思って今日は改めてこれ作ってみて、線が引っ張ってあるのは私が引っ張っただけなんですが、何度か言及があったのであれなんですが、あんまり詳しく行きたくないんですけど、迫害を受ける恐れっていうのがこの難民の定義、これは1951年に作られた定義なんでもう67年変わってない定義です。まるまる変わってません。世の中が変わろうが東西冷戦が終わろうがこのままです。で、不思議に思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、理由は5つ。人種、宗教、国籍、特定の社会集団の構成員、または、政治的意見。まあちょっと特定の社会集団の構成員っていうよりは、まあ、全ての言葉、これ何て言いますかね、法的な解釈をするとものすごく一個一個が長いんですけれども、まあ、少なくともイメージできる難民かなと思われるかもしれませんが、ひょっとしたら1個抜けてるかもしれませんよね。
最近皆さんが普通に思う難民になって出てくる、例えばシリア内戦ですね。つまり紛争というのは入っていません。これは1951年に作られた時に紛争を入れてないと。で、先ほど補完的保護というまたこれまたね、ちょっと分かったような分かんないような法律用語が出てきますけど、今ヨーロッパとかで補完的保護で認められる方のほとんどはこの紛争要因ですね。まあ、その他にも、まあ後でちょっともう少し詳しく説明します。まあ、なのでどちらかというとこれは冷戦時代にできたものですので、どちらかというと西側の国主導で表現の自由であったりとかそういったことに非常に重きを置いた一方で、飢饉だったりとかそういう紛争から逃れた人というのを条約では決めなかった。これが西側の国が作った、難民条約で、それが今にもそのまま変わらずあるということだと思ってください。つまり何が言いたいかというと、この迫害を受ける恐れがあるという十分に理由なる恐怖を有する、この部分を変えるなんていうのはもうおよそ考えることができない状況です。したがって先ほどおっしゃっていただいたように、この条約に気候変動の方を入れるというのは国際政治の文脈ではもう途方もないちょっとエネルギーととんでもない発想の転換と何らかのチェンジがない限り起きないだろうというふうにまず私は思っています。で、さらにこれ重要ですね。最後のところ、国籍国の保護を受けることができない。ここもまた一つミソになっています。つまり私たちはこの人たちを保護してますからって言って囲っといて、差別とかで人種差別とかなんとかで実際国内で迫害していても、実は、まあ、国連の仕組み全体がそうですけれども内政干渉をしてはいけないということなので、実はとても難しいです。だから国籍国の外にある人は国際的に保護しましょうと、これが基本的には難民保護のルールになっています。本当はあんまりこんな難しい話からしたくなかったんですけど、なんか自分の役割的にはここを抑えないといけないなと思ったのでやっておきます。で、先ほどもありました難民って言っても今実はいろんななんだよっていう話です。で、かぎ括弧付きの難民には先ほど言った条約に基づく難民、短くすると条約難民とか英語ではコンベンションレフジーと言ったりします。で、この補完的保護は国によって呼び方はいろいろ違います。 EU では実はさらに難しい言い方しててサブシディアリープロテクション、つまり日本語訳だと補充的保護っていう訳し方をしたりしています。これは EU 指令の中にありますけど、でも、まあ、いずれにしても言いたいことっていうのは、私はこの言葉がものすごい嫌いなんです。なぜかっていうと、先ほど条約で言った条約ってあんな狭いですよね。非常に狭い。で、ほとんどが政治的意見です、やっぱり。まあ、もちろん人種っていうのもありますけど。で、そうなると、で、その条約に基づく難民が、まあ、言ってみればピラミッドの頂点にあって、補完的保護っていうのはそれの下にあるわけですね。条約には認められないピカピカの難民じゃないけど、まあ、それに準ずる人だよねっていうことで常に2番目の地位を与えられているのが補完的保護ということになります。で、その補完的保護の中には先ほど言ったように条約に入ってない紛争だったり拷問だったりバババババってあって、大体多くの国ではですね、実はその他と思われます。その国独特の保護をすべき人っていうのがあります。例えば私がちょうどイラクにいた頃の話で言えば、アメリカは、そのたまたまアメリカ軍とかアメリカの政府に近い機関で働いていた現地スタッフで、それがゆえに、まあ、例えば当時であれば私がいたイラクの北部のクルド自治区というところにいた人がサダム・フセイン政権から命を狙われるんで、そこから逃げた人はアメリカは保護しましょうと、これは難民条約とかなんとか関係なく各国が勝手に決めてやってます。最近実は先週行ってきたドイツで私驚いたんですけども、旧ソ連の国々の中でドイツ国籍の人って実は残っちゃったんですよね。特にシベリアに強制労働で送られたのは日本もご存知だと思いますけど、日本人も満州というか中国東北部からシベリアの方に送られて強制労働させられてた方々はいっぱいいらっしゃると思うんですが、まあ、ドイツもそういう方がいて、いまだにドイツ人であるがゆえに一定の差別とか迫害を受けてるっていう方がドイツに自ら逃れてきて、あ、違う、ごめんなさい、これは違いました、それぞれの国の
大使館で、ドイツ大使館でその一定のフォームを埋めて申請して認められると、今でも何百人単位で毎年ドイツは受け入れています。なので、実はですね、難民の種類って言っても実は国の裁量で決めていいということを意味してますね。だからはっきり言ってしまえば、先ほどニュージーランドの例もありましたけれども、ちょっと私はそのニュージーランドがどういうこのクライテリアというか、どういう人までは受け入れますよって言ってるかがちょっと分かりませんけれども、何らかのルールを各国が決めて、それ以外の保護を必要とする人っていうのを決めることはできるということになります。日本にもこの補完的保護っていう言葉は使いませんけれども、人道配慮による在留資格の付与っていうのがあって、その枠っていうのはやっぱり最後にその他が入ってます。その他、法務大臣が保護が必要と認める人は人道的に認められます。つまり今日本でも気候変動の難民受け入れようとしたとしても、実は現行法一行も加えなくてもできるということです。ただごめんなさい、これは僕は日本語ダメだ、これ撮影されてるんで暴言吐きそうでいけないんですが、ただどうしようかな、まあいいや、ルールオブロー、法による支配っていうのがやっぱり先進国っていうか民主主義国家当たり前って言われてる中で、私はこの外国人政策についてどうよといつも思っている人間なんですが、一応マイルドに言いました。ただトランプ政権発足以降、各国がもうぐちゃぐちゃになりました。EU に入っている国々の中で、例えばポーランドとかハンガリーははっきりと難民受け入れを拒絶して、 EU の中で作った枠組みに反対するだけではなくて、EU に対して裁判まで起こしているということですし、宣言協定っていう国境自由に行き来できるっていう協定がヨーロッパの中にありますけれども、これをもう一方的に停止するというようなことも各国やってます。なのでもう難民とか移民に関してはもうなんか法律法的な枠組みって気にしなきゃいけないのっていうぐらいダーダーになっちゃって、私ももうこれどこに着地点があるのか、正直今の状況っていうのは恐ろしくてしょうがないという状況ですね。まあもちろん一方で今のニュージーランドの話もあれば、カナダのトルドーさんはもう選挙運動でもうはっきりとシリア難民の受け入れを、それも2ヶ月で2万5千人なんていうとんでもない額を公約に入れて勝って、でそれを実はその後にパリの同時多発テロがあって、どうするのかなと思ったんですけど、ドキドキ見てたら1週間後に記者会見をして、申し訳ないけど今回の事件によって2ヶ月だけ猶予くださいと言って、12月末までって言った受け入れを2月末までって伸ばしてくださいって、ちゃんと堂々と記者会見、国民の前で本当に発表して本当に実現しました、2月末。まあそういう何て言いますかね、希望の持てる例もあるんですが、まあ、大部分はそうじゃないということですね。で先ほどこれちょっと見にくいと思うんですが、ちょっと簡単に1行目何言ってるかっていうと、これ UNHCR のグローバルトレンドという2016年のグローバルトレンド、つまり2017年の6月20日の毎年今年も注目してほしいんですけど、6月20日が世界難民の日っていうことになっていて、その世界難民の日にその大体その前の年の状況を発表するんです。でこれ何が数字だけは見ていただけると思うんですけど、これ6560万人というのが UNHCR が言っている難民のような、状況に置かれている方です。でここの下に実を言うと、難民っていうのがそのうちどれぐらいかっていうのに関してはこうですね、280万人の、アサイラムシーカー、つまり難民をとして求めている人であったりとか、いずれにしてもこの 22.5 っていうこの2250万とこの280万がおよそ難民というふうに考えられる方ですね。で一方でこの4000万人は国内避難民です。つまり UNHCR 自体が世界に向けてこれだけ保護の必要性、いわゆる保護の必要のある人がいますよって言ってるんですが、ここに気候変動難民が入っていないというのが言いたかったことです。つまり一番上だけ見ますと Possibly displaced worldwide、 つまり強制的に移動させられた人、それが as a result of 何とかの結果としてっていうのが、パーセキューション、これ迫害ですね。で紛争、それから暴力および人権侵害というふうにはっきり書かれています。ここまでで切ってます。
なのでこの6560万人には気候変動の方は入っていませんし、その UNHCR が考えている自分たちが保護を必要とする人と認めている人には入っていない現状ですね。でここにじゃあ気候変動の人増やしたらどうなるんだろうっていうのがちょっとどんなもんなのか分かんないですね。で こんな恐ろしいことを国際機関、それも大きい方ではない UNHCR ができるんでしょうかっていうのは一つの疑問です。ちょっと時間がなくなっちゃうんでささっとここから行かなきゃいけないんですが、すいません。ですね、でまず難民受け入れなんですが、先ほども言ったように裁量によって受け入れようとすることは実はできます。で一応ですね、補完的保護にしても何にしてもまずは難民として受け入れてください、難民として保護してくださいっていうふうに難民申請をするっていう流れの中に、その先に人道配慮というのがあると、まずそこは一応押さえておいていただきたいと思います。つまり自力で日本にたどり着いた人が難民申請をすることによって難民と認められる、あるいは人道配慮になるっていうようなまず方法が一つはあります。で人道配慮の方はさっきも言ったように若干裁量その他があるんで、まあ言ってみれば政府の裁量何でもありという部分はあります。つまり政治的意識があれば受け入れることは現行法でも可能といったのはそういう意味ですね。でそれとは別に、政策による受け入れ、これが第三国定住最近では言っていまして、これも残念ながら日本は非常に少ない、ミャンマー難民を年間30人2010年から受け入れているという制度です。で昨年から実はちょっと下の方にありますけど、シリア難民を留学生として受け入れるということを始めました。でさらには、民間でも受け入れましょうということで、これは実は今回グローバルコンパクトの中でもニューアプローチとかニューパートナーシップということで今までと違うやり方も検討してくださいというふうに言っている中の一つになっています。でそこ今回いろいろあるんですが、まず入国しないと話にならないっていうのが2番目ですよね。で一方で1番の第三国定住っていうのは、海外にいる人を日本政府がどういう人を受け入れるかっていうのをはっきりさせて、でそれに対して、どういう方法かはいろいろですけれども、UNHCR さんが出す名簿に基づくっていうシンプルな国もあれば、日本政府もそうですが現地に行って一人一人希望者からインタビューをして決めるというやり方をしている場合もあります。したがって気候変動難民も自ら来る方も出てくるかもしれないし、そういう第三国定住っていう手も取れるということになります。ただしこれは日本では閣議了解というのを得ています。で逆に言うと閣議了解だけです。法律も何もいじりません。週に1回あるんでしたっけ、閣議了解って。大体国会開いてる間はなんかそこでパッと1回決めちゃえば、大体1つのテーマ2分とか3分でしたっけつまり根回しさえあれば一発で決まるものでもあります。で、ちょっとニューヨークグローバルコンパクトの話、先ほどもだいぶしていただいて、先ほども言ったようにまだ何も決まってないので私が言及できることはほとんどありません。でただ、私はクライメートチェンジがこの十何年ぶりかのこのグローバルコンパクトというものを国際的に話し合いましょう、それも今回は国連総会です。国連総会の場で議決するんだというふうになっているものに関して、ちゃんとクライメートチェンジというのが今の段階でゼロドラフトが出て、それに対して皆さんコントリビューションしてくださいよ、団体としても言ってもらっていい、国も言ってもいい、でそれも公開してもいいというようなやり方で、例えばノルウェージャンレフジーカウンセルっていう、一応 NGO です。ここは北欧の場合は難しくて、レフジーカウンセルっていうのは大部分 の資金は政府から出ているので、人によっては反感反民という方もいらっしゃいます。だけど NGO 業界では NGO としてちゃんと現場で具体的な難民支援をやっている団体ですので、ここがこのクライメートチェンジを絶対入れるべきだというふうにレフジーの方でその難民に関するグローバルコンパクトの方できちんと言っています。でそれも公開されています。なので皆さんがもしグローバルコンパクトのレフジーズで検索していただくと、いろいろ情報がそこに載ってくる一つの中に、皆さんも個人でもインプットができるという今状況になっているということですね。じゃあどこから来たのかなというのは、これも一講義になっちゃうんで、これ簡単に言うの私はとっても苦手なんですけど、おそらくはですね、2016年5月に開かれるイスタンブールだったと思うんですけども、これちょうど日本で伊勢志摩サミットと1週間ずれて起きたことなんですが、ここでかなりはっきり今までのなんか人道支援のやり方じゃもうダメだと、こんだけディスプレイストされる、強制的に移住を余儀なくされる人がこんだけ増えてきて、
こんだけニーズが上がって状況もすごく複雑化していて、しかも長期間難民になっている、これは英語ではプロトラクティッドっていう表現しますけど、長期化されている でまた難民として生まれた難民って分かりますかね、つまり難民キャンプとかで生まれた子どもたちの数がもう難民全体の半分以上になるとか、そういう事態になってくるともう解決策は帰還じゃないですよね。難民として例えば日本で生まれた子どもがミャンマーの子がミャンマーに帰るっていうのは帰国ですかねっていう話になりますね。これは一つの移住ですよね、またね、子どもにとってはっていうようなこともいろいろなことが起きてきている。だから今までのやり方、今までの保護の仕方では解決に結びつかないんじゃないかっていうことで、この世界人道サミットではピープルセンタードっていう、まあ、人を中心に考えましょうとか、まあ、いろんなことが提唱されました。で、そこの中の一つに私はニューヨーク宣言っていうのが出てきたというふうに理解しています。で、まあ、ニューヨーク宣言で2年後にちゃんとグローバルコンパクトを作りましょうねっていうことで、当初、これ本当にパン・ギムン前事務総長とオバマ大統領もう本当に必死に頑張りました。でその2人とも辞められるということになり、トランプさんの登場とともに、はあどうなっちゃうでしょうと、ではあどうなっちゃうでしょうは何でかっていうと、これはまあ記録されてもいいかな、UNHCR の、年間予算の4割以上がアメリカに依存しています。で昔から結構滞納してるんですね。でつまりそれは強烈な今安倍首相もユネスコでしたっけ、日本政府もなんかちょっとねいろいろつけてますけども、UNHCR にとってアメリカの意向ってのはものすごく重いんですね。でだからトランプ政権によってどうなるかっていうところをとても危惧していて、実はこの2016年から17年の半ばまでこのグローバルコンパクトほとんど動きませんでした。私もドキドキしながら見てました。だからこれから起きる最後の11月に向けてのグローバルコンパクトの中では予断も許さないし、アメリカは実はグローバルコンパクト の移民の方は抜けるっていうふうに言ったんですけど、難民の方は抜けるとは言ってません。で先週僕ドイツで出てきた会議でもアメリカ政府の人は堂々とその中身について議論されていました。なのでおそらくちょっと今国務長官が変わるっていうことも言われてますので全く不透明ですけれども、まあどうなるかみんなドキドキしてるっていうのが、誰も当事者意識持てないぐらいなんとなくふわふわした感じにはなりながらも、時間は刻々と過ぎていって、6回のフォーマルな、ごめんなさい、次のページだったかな、そうですね、6回のフォーマルな会合ですねを経て最終的に11月、ただ総会9月なんで、僕どういうメカニズムで11月に総会で採択されるのかあまり知らないんですけども、その時だけ臨時で開かれるんでしょうかね、ちょっと分かりません。まあ、いずれにしてもグローバルコンパクト何を言ってるかというと、とても大きなポーションの一つがこの NGO 側は盛んに言ってるレスポンシビリティシェアリング、つまり責任の分担です。政府側が伝統的に使っている言葉はバーデンシェアリング、負担の分担です。まあ、どちらの言い方をするにしてもいいよねっていうことで今併記されてるんですけども、これはつまりですね、もっと先進国受け入れようよと、周辺国だけに負担をかけるのはダメよというふうに言っているわけですが、これについてどういうふうにきちんとそれが実行されていくのかという、その枠組みを作りましょうというのが今回のグローバルコンパクトで、まあ、新しいこういうカテゴリーの難民を作るっていう、そういうことは全く実は想定されていません。で一方で具体的な指標を明らかにしようとかですね、今まで伝統的にもうフルのフォーマルな難民受け入れは難しければ、例えば今日本もやってるような留学生だったりとか企業に就職してさせてもらったりだとか、そうですね、大学そのものが受け入れましょう、あるいはもっとお金が足りない部分は開発系の例えば UNDP とかに来ていただきましょうとか、そういうようなことを今一生懸命話し合われているということになります。ちょっと日本の話に行けなくなっちゃったんですけども、ご質問あればというのと、あとのもしディスカッションがあれば受けたいと思うんですが、まあ、ちょっと簡単に言いますと、日本はインドシア難民の受け入れをしてからずっとこの間難民条約にも入りっていうことになったんですが、実際にそれがぐっと動いたのが2010年の第3オクテージの受け入れなんですけど、ただ年間30人で、まあ僕たちその頃僕
際会議で言ってたのは、小さく産んで大きく育てればいいじゃないかって言われてたんですけども、8年経っても育ちません、あのサイズそのまんまっていうことになる。ただあのシリア難民の受け入れはやると。ただこれシリア難民の受け入れはかなりあの留学生受け入れは、まあ僕たちからすれば忸怩たるものがありますね。つまり大学院生を呼んでくるってことはもうはっきり言うとエリートだけですね。まあ、それが本当難民支援っていうのに値するのっていう問題もあります。ただ先ほどの話でいろんな国で気候変動に限らず逆に経済的な移民として受け入れようとすれば、もちろんその枠には乗れると思います。難民だって実は乗ろうと思って乗れる人はそっちに今もう送ろうとしています。つまり移民としても行ける人は移民に行ってくださいと、もう限られた難民の枠は難民、本当の難民のために使わせてあげてくださいという感じになります。一方で受け入れ側はいわゆる能力高い人を受け入れたいです。つまり移民としてもやっていける人、つまり国に貢献してくれる人を受け入れたいということになります。じゃあこのシリア難民の受け入れは日本のためになるというふうになるのかっていうと、一応これも日本の移民受け入れでは若干移民という言い方はよろしくないですね、あの労働者受け入れとしては伝統的な高度人材という人に当たるから抵抗が少ないということになって受け入れられています。で、まあ、先ほどもちょっとお時間もないんでやめときますが、まあ、日本の受け入れはこのようにあの今年はさらにひどい数字に、あ、今年というか去年ですね、2017年はさらにひどい数字になってますけれども、まあ、大体のきなりこういう数字の中で日本の低さがとにかく目立つというような状況に今なっているということで、でじゃあどうやったら気候変動難民受け入れができるか、これは2つ本当あると思って、やっぱりグローバルコンパクトであったりとか COP23、24、 これも最近あの教えていただいたことで、私もそれが本当に難民の受け入れにどう結びつくのか、実を言うと正直まだ私も分かりませんが、枠としてそういう方々をもう国際的に保護しましょうっていう動きが一つでもコンクリートなものができることはもう大きな前進には間違いないと思うんですね。で問題はそれを各国が引き受けるといった時に2つ問題が絶対出ます。一つはクライテリアっていう、まあ、難民でもそうですね、どこまで行った人を保護が必要な人というふうに言うのかという、まずここに必ず線引きが生まれるという、それはもうおそらく支援する方々の中でも各国の事情ごとによってもおそらく様々なものを線が引けるのっていうので大紛糾することは間違いないと。で受け入れる側の国も当然それはすごく狭めたいっていう国もあれば、まあちょっと寛大な国もあるかもしれない。それによっても国際的にそれが同意可能な部分までいくのかっていうと、かなりやっぱり各国の裁量に任される。そうすると結局今と変わんないって話になるのかなっていうことも一つはあります。でもう一つは受け入れるって決めた時にほとんどの国は難民受け入れの実績、そしてそこでは補完的保護という方の受け入れをされているわけですから、それを単に当てはめればいいだけなんですけど、もし日本にということになった時にはおそらくまた別の受け入れた後のいわゆる私たちの難民用語で言うと社会統合ってよく訳されますが、ソーシャルインティグレーションというのの方法をどう考えるのか、つまりその方々がちゃんと自立して生きていかれるためにはもちろん言葉もありますし、お子さんの教育の問題もありますし、まあ、医療どうするのって話もありますし、受け入れるには大変なハードルがあります。でここは実は私は難民の受け入れと一緒にもっと充実させていきましょうよ、そしたら僕たちも受け入れることができるよねということになってくるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、なので あんまり悲観的になりたくはないんですが、まあ、そういう意味では若干面白いのはちょっと私たちもこれ実はこの今日のデータは後ほど FOE さんの方に送らせていただいて、何らかのここの報告書の中で、貯蔵して誰でも開けるようにしたいなとは思うんですけども、まあ後ほどまた見ていただけたら嬉しいんですが、私たちはちょっと難民に限らずですね、今の日本の外国なり外国にルーツを持つ方々と日本人がどういうふうに今各現場でいろんなことが起きているのか、当然衝突だけじゃんですね、でいい例ばっかりでもないですね、難民を例にとれば本当に大変なことばっかり私たちは日々見聞きしてるんですけども、そういうものを一応連載とか、今はまだ月2回ぐらいの連載なんですけども、いろんな現場を見て、難民だけじゃないこういうふうに私たちはもうすでに日本っていうのはこんな複雑な国になっちゃってますよっていう
話をウェブで紹介させていただいてます。ちょっと長くなっちゃいましたが、まあ、最終的にはこれやりたいですねっていうことです。ありがとうございました。そうで、じゃあそのグローバルコンパクトっていうのは国連の総会で採択されたことでしょ、今年の。そうなんです。一応そういう話で進んでます。それは例えば気候変動とかそういうのも入るんです。災害とかそういうの入るんですよ。戦争に避難するとか、例えばシリアとか予算源みたいな人も入るとか、少数民族の保護という観点から入るんでしょうか。はい、先ほど今おっしゃった中にはいろんなものが含まれていますが、少なくとも気候変動に関しては先ほど川崎さんが紹介いただいた通りゼロドラフトにはまだ入っていますと。ただそれがどうなるかは全くわからないというのは、先ほど申し上げたアメリカ政府の動向も含めてどうなるかはまだわかりません。7月までフォーマルコンサルテーションズという議論も、まあ、一応クローズドですけれどもかなり開かれた形で議論がこれから6ヶ月行われますので、その間にどうなるかということだと思っています。で、先ほどおっしゃった少数民族であったりとか、そういう問題が本当に迫害を受けているということであれば、今までの伝統的な条約並みに十分なりますし、先ほど言ったように紛争っていうのは一応条約には入ってませんので、補完的保護の方で何とかしましょうっていう、まあ、それはどちらかというと、まあ、この際今起きている、まあ、例えばロヒンギャの話のように実際どうするんだっていう詳しいところまで議論するのもあるかもしれませんし、単なる今までのやり方でそこは OK だよねで済むかもしれないということだと思います。文章としては載ると思います。ただ実際にその後なんて言ったらいいですかね、新しいアクションが生まれるかっていうと、それはもう本当今後の議論によると。申し訳ないですが、私はもう本当にこれはどう何とも言いようがないです。で NGO は入れないので、その議論は基本的には国と国の間でのネゴシエーションになりますので、はい、はい、石井さんありがとうございました。ではですね、ここで10分間の休憩を取りたいと思います。